わたーマイブロー。ライブお疲れ様です。えぐかったよ。どうでしたか。ちょっと一旦余韻にさ、落ち着いたところだったからちょっとテンションがえぐかったけど、まあ、一旦見てよ。もうストアイよ、ストアイ。これね、じゃあこれといいね、今回のライブのうちわといい、うちわといい、ライブで言ってました、これ一番力入れたみたいです言ってました、MC で言ってました。こちらシティのパーカーでね、それティッシュ買った僕買ってないですね。で、こちらしっかりね、もうジャニオタやん、しっかりジャニオタやらせてもらってます。俺らの収益とかバレてる一旦閉じます。で、こちら素晴らしい、これ一応見てほしいよ。まあ、まずこれ前回ね作った、はいはいはい、でこれびっくり、いやこれはもう俺もサプライズだよね、もう。でそうよ、セーターが、うん、見てよ、これ一番俺欲しかったやつだもん。これやばいよね、すごくない。これで明日セーターと追加取ります、取ります。しかもここの最強もやしのところ、これね、本当はね最強もやし炒めにこれからなるんだよふわるとちゅうなんだよ、なんとかの、なんとかね、これが最強の末っ子職人、ああ、鉄腕ダッシュのね。そう。ああ、はいはい、はい。で、本当はちょっとそこ変えて、最強の末っ子リーダーにしようとしたんだけど、リーダーになったらしい。ああ、そっか。タイムリーですね。そう。さすがっす。だけど、ちょっと、間に合わなかった。セーター。そんなことは、いいんじゃない。いや、マジでエグかった。やばかった。まず、どうする、一旦二人で映るから、なんか俺だけ映るのもさ、あれだから。ちょだね、そうだね、ちょ。よかったんじゃないですか。いや、ちょっとね、もう、いや、初日だったじゃん、今日初日だね、セットリを知らないわけよ、はいはいはい、で多分もう、まあ、でも動画上がってる時はもうみんな知ってるのか、うん、いやねー、やっぱセットリ知らないでいくべ、えぐいね、だ今この状態だとさ、セットリ知ってる側と知らない側、いや、そうで、セットリもうずっと、もう俺どこに行っていいのかってずっと思ってて、うん、でも、まあ、東京ドームのやつは言っちゃったじゃん、うん、だから緊急らしいけど、まあ、いやまずどうもおめでとう、どうもおめでとう、どうもおめでとうって、まあもう匂わせだったけど、ね、いやもうね、数少ないし、いやもう会場も良かったんだよ、会場ね、MC でいつもあんじゃん、なんかとりあえず告知、誰々選手、じゃあ告知いっちゃいますか、いつもね、じゃあ行ってくださいね、誰々がこういうことだから、じゃあ一回じゃあこれも見てもらっていい、テラップドーク東京ドーム京セラガーッ、好きで日程出してもらいましょう。じゃあ日程どうぞ。感性の法則インドームということで、俺も友達とやばいってなって、いやこれマジでよかったね。多分4月の頭だ、そう、興奮しすぎて覚えてないんでしょ、京セラで、緊張覚えてない、京セラがね確かに十何日かの金土日で、東京ドームが20何日かの土日、だから俺たち応募します。どうなら当たり確率高いよ。高いよ、ね、これ5万人ぐらい、 5.5 万人ぐらい、うん、どこに行っていい、いやまあ予想はしてたじゃん、声っていうぐらいだから、うん、あ、まあそう、声が出せるっていうのが俺はこれ再認識、本当に出せるのかって俺不安だったから、一言言っていい、超えてきますマジで超えてきた、超えてきます、マジで超えてきた、声だけで超えてきます、いやもう、いやマジ言いて、でも言いたいけど、まあ行くからね、え、今回フェイスシールドはあるの、ありません、あ、ありませんこちらあります、なんならちょっと休憩でこうやってやってた俺いやマジでよかった、もうね、エグかったのいっぱいあるんだよな、まあ、やばいでしょ、まあ今日の会場のレポをするわ、うん、いいよとりあえず、まあ絶対に歌うであろう、まあ、グッドラック、グッドラックね、あのさ、しんちゃんのレディーゴーってやるじゃん、あれ、ね、俺期待してたのよ、しんちゃんとジュリがこうやって言いました、ジュリが歌いました。ジュリが歌いました。ジュリがーって、もうそれも湧いたし、あとは何だろう。やっぱでもあれだったらパリピが多かった？今回の曲。それ言っていいの、セーター。あ、じゃあ、ヒント言うわ、うん。ヒント。ジュニアの曲1曲歌います。マギー？あ、1曲かな？何曲か。あ、多分1曲だね。あれ流れ、あ、あそこからもう、バーンってきた。あ、もうね、すっごいじゃあ、もう一つ言うと、今回、ファンサー、1回もらいました。素晴らしい、誰でした、誰かと言いますと、てん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 
たよお前。あ、一瞬だけだ、一瞬だけだ。あせーコーチ英語がね、あのだって俺これと一話しか持ってってないジュリーの。そう今回ね、つかずこれ全部忘れてた。忘れてたというか全部俺が持ってたから。そうもうね取りに行ける状況じゃなかった。で、席がアリーナって書いてあったの。やばいと思ったのに全然2階のアリーナで全然良くなかったの。まあでもやっぱ近いのは横アリだから、うん、で一番後ろだったので、しんちゃんも見てくれたんだけど、まあ多分俺らじゃねえのかな、遠すぎて分かんないんだけど、でコーチにこうやって2人でさ、そしたら目がカップルでこうやってめっちゃ笑顔でこうやってやってくれて、あれは絶対に俺らでした。ありがとうございます。絶対そうでした。ちょっとお前興奮しすぎて何話していいか分かんない。そうよ、もうさ俺でさえ興奮してんだよ。でもさ、見てればわかるじゃん、こことここの温度差あるのよ今のところ、うん、じゃあもうね、じゃあこいつ興奮してんだよ。だって車乗っけてからもうほとんど話聞いてないの俺も。俺で話聞かないで窓開けて知らない人たちにありがとうバイバーイって。うちりのね、またね。いやごめん、ほんと興奮してるわ。いやでもこれだけは思ってほしい。俺はもうライブ中にセーターにセーターにってずっと考えてたの、うん、それはもうね、なんかね嬉しいなって思ってほしい。いやでも俺もこれだけは分かってほしい、うん、行きの2時間の間動画とか何も見ずにずーっと、これ動画にするにはどうしたらいいかな、2本撮りたいな、どうしたらいいかな、つかさ多分テンション上がってくるような、カメラ回そうかな回さないかなってずっと考えてたから、そこは喜んでほしい。お互い様だな。いや今回のライブを俺ね一言に表せて、サウナ。サウナ、この真冬にサウナだった。3文字来ました。いやマジで。いや一言ね。一言、うん、このね、分かって一文字じゃないからね。いやもうね、熱すぎてエグかったマジで。やっぱね、彼らやってくれたよ。明日も行けるからね、今日。本当に、本当ありがとうございます。ありがとうございますよ、本当に。どうしよう、これもうちょっと伝えたい。何があったっけな。まあ、飲みながら次話そうよ。あ、じゃあ、そうだね。ちょっとお腹も空いたでしょ。あ、めっちゃ空きました。でしょ。ちょっと場所変えてさ。そうだね、ストバック持ってさ。うわ、行こう行こう。マジでやばったな、マジで。もう最初の曲やっちゃう、やっちゃっていいもん。さすがにダメ。じゃあ2曲目やっていい。ジュニアの曲だけ言っていい。大丈夫。マジで言っていい。え、マジで言っていい。ガチで言うよ。やってた。マジで5、6曲クラブ。マジで。これをね、明日スネタとね、味わえるのがもう楽しみで仕方ない。でも明日が来てほしくない気持ちもある。わかるよ、わかるよ。で、これだって、明日のこの瞬間もう終わってるわけです。そうだよ。どうもあるか、どうもあるか、どうもあるか、どうもあるか。